建礼門院地獄を見た皇后国母清盛の娘の平の徳子、生きながらにして陸道を見たと言われる皇后がいました。陸道とは生きとし生けるものが巡る6つの世界、そこには修羅道、餓鬼道、地獄道など苦しみばかりの世界があります。今回はそんな平の徳子建礼門院のお話です。このチャンネルではあなたのビジネスに役立つ偉人たちの失敗談や成功体験の物語を分かりやすく解説しております。企業にストーリーは大切ですよね。あなたの役に立てれば幸いです。よかったら見逃さないようにチャンネル登録をしておいてくださいね。その名の通り、平の徳子は平家の女性です。徳子という名前の読み方ですが、徳子は意味なであり、口にすることを忌むべきなですから、通常発音したり文字にしたりすることはありません。よって読み方は不明なのですが、説によっては徳子、のりこなどがあり、当時は訓読みと音読みをつなげる重箱読みがほとんどありません。清少納言が使えた中宮は停止で、紫式部が使えたのは中宮少子ですので、ここでは徳子として話を続けることにしましょう。徳子は平清盛とその正室時子の間に生まれた娘です。清盛は上皇の警護をする立場でしたが、保元の乱、平治の乱に勝利し、朝廷への影響力を拡大、武士としては初めて公家の中でも上位の扱いとなります。1155年徳子が生まれ、清盛はさらなる権力を手中にすべく、自分の娘を天皇家に送り込むことを画策します。憲人親王が即位して高倉天皇となり、1172年徳子は男子の元服に相当する模擬と同時に受胎し、中宮すなわち皇后となります。この時高倉天皇11歳、徳子16歳でした。もしも徳子が男子を産み天皇になれば、清盛は天皇の祖父になることができます。ただ清盛の野望はなかなか実らず、徳子はなかなか解任しません。このことから天皇と徳子の関係は冷めていたという説もあるのですが、徳子に仕えていた女房の記録によれば仲睦まじい間柄だったとされます。しかし高倉天皇は古豪の局という琴の名手に手を出し、内親王すなわち娘を設けます。また宇母との間にも内親王が生まれているのですが、天皇の最も重要な仕事の一つに後継者を作ることがあるため、特に問題になることではないのでしょう。ただ彼女たちが望んだのが、もしも男子だったなら清盛の野望は崩れてしまうかもしれません。清盛は古豪の局を強制的に出家させてしまいます。徳子に解任の兆候が見られたのは入代から6年後の春のこと。知らせを聞いた清盛は平家一門はもちろん朝廷を動かして総出で祈祷に明け暮れます。1178年徳子が出産、清盛が望んだ王子でした。この王子は時人と名付けられることとなります。時人親王はわずか生後1ヶ月で立太子の礼を行い皇太子となります。そして1180年1歳2ヶ月の彼は高倉天皇の上位を受け天皇となります。彼が安徳天皇です。当時天皇家では天皇よりも上皇の方が力が強いという時期が長く、高倉天皇も後白河上皇の院政により強い発言権はありませんでした。高倉天皇も安徳天皇に上位し院政を開始することになります。これまで平清盛は中宮の祖父という立場でしたが、ついに天皇の祖父になったのです。天皇の母は国の母、国母と呼ばれます。徳子にとっても女性として最高の身分となり、栄華の絶頂と言えるでしょう。ただ安徳天皇が即位する前後から世の中に反平家の動きが見られるようになります。高倉天皇の母の兄に平時忠という人がいるのですが、彼が発した有名な言葉があります。この一門にあらざらむ人は皆人品になるべし、これは平家にあらずんば人にあらずとして知られる言葉で、平家一門でなければ宮中で出世することはできないというのです。それほどまでに京の都は平家により支配されていたのでした。当然それを心よく思わない人たちも大勢いたのです。京の都に平家打倒の風が吹き始める中、後白河院が力を取り戻し再び院政に返り咲いたので、せっかく天皇の祖父になったというのに、天皇以上の実力者は自分だけで十分だと考える清盛、後白河院に再び権力を掌握されてはたまらない彼は、摂津の国福原に遷都するという計画を断行します。福原は現在の兵庫県神戸市中央区から兵庫郡のあたりです。この地が次の都に選ばれたのは、清盛が後白河院一派と距離を置きたかったことに加え、彼が都に港を必要としていたからでもあります。清盛の財力は中国当時の宋との貿易によって持たされ、さらなる貿易拡大によって
海洋国家樹立を目指したのです。そして平家による武家政権福原幕府を考えていたとも言われます。もちろん朝廷にとっては青天の霹靂であり、結局福原遷都は未完のまま終わり、約170日後京へ帰還することになってしまいました。かねてより体調を崩していた高倉上皇が回復することなく崩御、21歳の若さでした。夫を亡くした徳氏は改めて安徳天皇を支えていこうと考えたことでしょう。しかし時代の波は彼女に安息を許しません。後、白河院の権力拡大が確実なものとなり、清盛の恩情により平治の乱で殺さずに命だけは奪わずにいた源頼朝が東国で挙兵します。後、白河院と平清盛の権力争いが激しくなる中、清盛は熱病にうなされるようになります。彼の病状については水風呂に浸からせたらあっという間に湯になった、体に水をかけるとたちまち蒸発し煙が部屋中に渦巻いた、などの信じられない話が伝わっていて、現代の医学では彼はマラリアにかかっていたのではないかとも言われています。日本でマラリアというと意外かもしれませんが、当時の京はマラリアが蔓延していました。京の都の南には小倉池という湖並みの巨大な池があり、昭和に入っても戦前に干拓されるまでその周辺はマラリア流行地でした。さすがに水を湯にするほどの熱はありませんが、40度近くの激しい高熱に襲われます。髄膜炎などを引き起こし、言語のもつれなどの神経症状が起きます。清盛が高熱に倒れてから5日後死亡、享年は64。徳氏は父と夫を失ってしまいました。この頃、徳氏は建礼門院という隠語を授かりますが、平家と後白河院の圧力はさらに広がります。そして徳氏に対立を仲介する力はありません。後白河院の第三王子持人王が平家打倒の命令を諸国に出し、それに応じた源氏の木曽義仲が挙兵、平家は義仲の軍を討伐すべく軍を派遣しましたが、たちまち撃破されてしまいました。後白河院が平家討伐の命令を欲し、栄華を極めた平氏はこの時賊軍に転落してしまったのでした。平家一門は京を捨て西へと落ちていきます。平家には安徳天皇と天皇の証である宝物の三種の神器がありました。これが平家の拠り所となるのですが、船で瀬戸内海を西へと進み、四国などで官軍の源氏と戦うものの、源の義経などにことごとく敗れ、現在の山口県下関市長門の国壇の浦にて最終決戦に臨みます。海戦であり安徳天皇も船の上ですが、当然御座船という特別な船に乗っているはずです。源氏軍は安徳天皇と三種の神器の御座船を目指します。しかしそれは平家の策で、安徳天皇や徳氏は水穂らしい船に乗せられていて、源氏が御座船に向かって集まってきたところを撃とうというのです。ただ平家軍で裏切りが発生し、安徳天皇が御座船に乗っていないと知られてしまいます。さらに源義経は当時禁じられていた過去という船の小木手への攻撃を開始、潮目も源氏に味方し、潮の流れに抗う術もなく流されるまま、平氏の船は源氏の船に近づくことになり、次々と撃ち取られてしまうのでした。清盛の正室で安徳天皇の祖母、徳氏の母の平時子が覚悟を決めます。安徳天皇を抱きかかえ船べりへと進みます。幼い安徳天皇は祖母にどこへ連れて行こうとするのかと問い、時子は極楽浄土という結構なところにお連れ申すのです。波の下にも都がございますというと、幼いながらも祖母の顔からその意図を悟ったのか、天皇は手を合わせたとされます。天皇を胸に抱き、時子は海に身を投げます。徳氏もそれに続き、旅館や兵たちも次々と海に沈んでいきました。安徳天皇崩御、まだ6歳でした。1185年の壇の浦の戦いと呼ばれるこの戦で平家は滅亡してしまいます。ただ少ないながらも生き残った人たちもいました。平時忠は我が身おしさに三種の神器のうち八田の鏡を守ったのは自分だと主張、死罪は免れるものの能登に流されそこで亡くなります。当時の平家の棟梁だった清盛の三男宗盛は斬首されます。建礼門院もまた生き残りの一人です。壇の浦で源氏武者が彼女の髪の毛を熊手でかき取ったとされ、およそ救助されたとは言えない助かり方をしています。ただ女性であり、彼女自身は政治的な動きをしていなかったということから、命を奪われることなく出家することになります。比叡山の北西にある大原の寂光院にて父や我が子兄らの菩提を弔って日々を過ごします。この寂光院に後白河院がお忍びで彼女を訪ねたという話があります。人として清盛の娘として生まれ、国母として天上界にも及ぶまいと思えるような栄養栄華を極め、都落ちしては飢えと渇きの苦しみを味わいました。息子である安徳天皇の面影や死にゆく人の叫びや地獄の罪人のよう、
涙ながらに身の上を語る彼女に、後白川院はあなたは陸道を見たのでしょうと涙したとされます。生きながらにして陸道の天道、人間道、修羅道、畜生道、ガキ道、地獄道を見た彼女なのでした。その原因は父清盛と後白川院の対立にあるのですが、平の徳子、建礼門院徳子ほど激動の人生を歩んだ女性はいないでしょう。過酷という一言では言い表せないほどの生涯です。今の時代にも辛いこと、苦しいことがあるかと思いますが、時には彼女のことを思い出してみるのもいいかもしれません。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。もしもあなたにこれから起業したい、副業を始めたいという思いがありましたら、説明欄のメール講座もよかったらぜひとも登録してみてください。あなたのお役に立てれば幸いです。それではありがとうございました。